2枚の折りり紙を使って折りま,すまずは折り紙を四角に半分に折ります開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折りますこれを縦にして さらに半分に折ります。開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。開いて 90度回してこちら側も三角に半分に折ります開いて開いて折り筋に合わせてこのように折っていきますこれは伝統的な2層舟の折り方ですもう一枚の紙もこの2層舟まで折ります 折れたらこの三角の部分を指を入れて広げてこのように正方形につぶします四か所ともすべて広げてこのように正方形につぶしていきます 次にこの正方形の袋を上にめくりながらひし形に折るんですが折りずるの時のようにきれいにひし形に折ってしまうと桜の花びらになりませんだからきれいにひし形に折らずに少し手前の位置で折ってこのように 真ん中よりも少し隙間を空けます大体いい中心から5ミリぐらいのところで合わせてこのように中途半端なひし形を折ります残りの3箇所とも同じように 中心よりも少しだけ空いたひし形を折ります。 こんな感じになります。これをひっくり返して、四隅の角を下に下ろします。これをさらに裏返して、この部分をだいたい1センチ幅ぐらいで両側の紙ごと折ります。 折ったら戻してこの部分両側は折らずに内側の紙だけを改めて折ります。4箇所とも同じように 1cm 幅で折って戻して中の紙だけを折り直します。 これを表にして上の2箇所の角は上側にめくります。そして下側の角2箇所はこの内側狭いんですがこの内側に閉じ込めます。角を内側に入れて折ります。こんな感じです。次に 両側の角、これをそのまま裏側に折ります。折ったら小さな三角は折らずに小さく段折りします。紙がちょっと硬いんですが折ってすぐその紙の硬い部分を段折りです。もう2箇所も同じように角の部分で 裏側に折って、分厚い部分で段折りです。これで顔の部分は完成です。あとは、花びらの先っぽに切れ目を入れます。 次に、体と頭の花びらの部分を折っていきます。三角の一箇所を正方形につぶして、ここは上に上げます。下側の三角も正方形につぶします。この部分の正方形を、こちらは隙間を分けずに、 普通のひし形に折ります。上下ひっくり返してこちら側の正方形は先ほどの時のように隙間を空けたひし形に折りますこんな感じです。 この状態で、この花びらの部分を左に閉じます。下のひし形も閉じて、斜めの線を縦に合わせて細く折ります。折ったらこの部分をもう一度縦に合わせて細く折ります。折ったら花びらとひし形を戻します。 今度は右側に閉じて、同じようにこの部分を縦の筋に合わせて折ります。折ったら、この部分をもう一度縦の筋に合わせて折ります。折ったら、ひし形と花びらを戻します。 これをひっくり返して、この部分の三角を、ちょっと紙が硬いですが、下に下ろします。この状態で、花びらの両側の角を小さく裏側に折ります。 これを先ほどの顔の部分と組み合わせます。組み合わせた状態で、この下の角の部分を上側に折り返します。 折り返したら今度はハサミで下のひし形の先端を中心まで切り込みを入れますこれを裏側から斜め上に折り返します次に 頭の花びらの先端の部分も切り込みを入れますこれを組み合わせてこれで折り紙の部分は完成ですこれに顔を描いていきますここまで折ってしまえばチェリムの顔は至ってシンプルです 丸いつぶらな目が2つに口が少し大きな口があります。花びらの上側の玉の部分を描きます。 これに色を塗っていきます顔の内側を黄色で塗りつぶします花びらの部分は桃色で全て塗ります花びらの下の体部分も桃色で塗りますあとは口の中を塗って赤で目と 頭の玉を塗ります。口の部分に色を入れて、目に光をかいて、これを両面テープで固定します。形を整えて、これでチェリムの完成です。